こんにちは、ダビド・マーさんです、今日はですね、ボード打ちでボードを打つわけじゃないんですよね。今ね、大工さんといえばほとんどボード打ちがあります。どんな現場でもボードを打たない現場のは少ないんじゃないかっていうぐらい、ほぼほぼボード打ちですね。でそのボード打ちの中でね、ビス打ち機、多分みんな持ってると思います。そのビス打ち機で打つビスっていうのがこのロールビスなんですね。ロールビス、まあ28ミリとか32ミリとか41ミリとかありますけど、まあロールビスって言います。でこのロールビスをね、どうしてますかって話なんですよね。まあ壁のボードを打つ場合だったら、どっかね、カードの上とかね、工具の上にね、ポンって置いてあって、まあ、台の上にポンって置いてあって、なくなれば、それを取って入れるってことをしますよね。じゃあ、天井ボード打ちとか、ちょっと離れたところに行った時とかね、で、ボード打ってる時はどうしてますかって言ったら、まあ僕であったら、今までの僕だったら、こんな風に釘袋ありますよね。で、釘袋の予備の方の、ね、袋の方にこう入れてるって感じですね。でこれが結構主体でした。もうずっと今までずっとこれでやってきました。で最近だったらね、まあ、立場のシェフの腰袋になったんで、この大きい方の、ね、腰袋を外しちゃって、軽量化して、もう本当これだけでボードを貼るんですよ。で、まあ、この状態になっちゃうと、ここにビス入れるんだけど、他のね、こんな、ボードカンナと、ボード安いとか、ボードカンナとかを入れてると、結構メジャーとかが鬱陶しく立ってきたりして、ちょっと手攻めになってるみたいですね。で、なんかいいのないかなっていうことで、100均とかで探したんですよ、僕。で、100均とかで探してたら、あったの。これいいんじゃないみたいな感じ。これ。スライスチーズケース。これダイソーで売ってます。100円です、スライスチーズを入れるためのケースです。プラスチックケースね、こんな箱でね。でこれがね、もうね、バッチリサイズなんですよ。バッチリサイズ。ほら、もう完全、完璧です。はい。で、この100均のね、スライスチーズケースっていうのが、ちょうどね、ほんと、32ミリのビスが綺麗に入るので、ちょうどいいんで。でこれをいいなと思ってね、これに、いらなくなった田島のメジャーのセフのオンタの方を取ってつけて、ね、これにね。で、これを釘袋のセフにガシャンってはめるというわけですよ。そしたら、ああ、もうバッチリやんみたいな感じになるでしょ。ね、ここにではビス入れときゃいいっていう感じで、お、いいのできたわと思ってね。早速ですけど、まあ、試作なんですけど、ということで、まあ、インスタグラムで紹介したんです。そしたら、インスタグラムで、お付き、付き合いのあるというかね、関係のある大工さんの中から、もっといいのがありますよって。今こんなやつがあるんですよということで、ね、紹介してみたのが、時短なんですね。まあ、全然、まあ、こっちはケースだけど、こっちなんだよって感じ。ペラペラのなんか布みたいな感じですけど、これがね、まあ、新潟製機っていうメーカーが製造してまして、新潟製機っていうのは、まあ、精密工具、マイクロメーターとか、マグネットリフターとか、ね、毛ガキとか、なんかまあ、そういった、工具を作ってるメーカーで、その中にマグネット部門っていうのがあるんですね。マグネットトレイとか、も売ってると、多分どっかで見たことあると思いますけどね、そういったものを作ってるメーカーです。でその、新潟製機さんが売ってるのがこの時短っていうやつですね。まあ、磁力の字にね、短いっていう字が書いてます。何のこっちゃ分かりませんって感じだけどね。まあもちろん分かりませんね。磁力ですよね。要はマグネットが入っている男なんですよ、この中にね。で、これの磁力がすごいんですね。要はここに、まあ、ボードビス、ロールビスに32ミリがありますけど、これがね、へばっちゃうんですよ。へばっちゃうんですよ。だからこれをね、釘袋のね、なんかどっかにフックでこう引っ掛けとけば、ね、こうやって引っ掛けとけば、もういいんですよ。もうこれでいいんですよ。これで。で、僕、一緒現場、今現場で使ってますけど、落ちません。はい。天井ボード、打つときとかにも全然落ちません。その代わり、脚立が飛び降りたら落ちます。こうして、グンってやったら、グンってやったら、グッってやったら、ね。落ちます。まあ、ほら、あんまり勢いよく飛び降りたら落ちるって感じで、まあ、普通そこまでやりませんよね。普通に脚立がコンコンと降りるぐらいであれば落ちません。で、ここだったら本当取りやすい。ほら、ね、取りやすい。めっちゃ取りやすいでしょ、これ。ね、
こんなんで、今までポケットに入れてた俺何だったんだよ感じで。で、今回これ作ったのにみたいな。作ったんだけど、こっちの方がめちゃくちゃ便利やんってなって、速攻で買いました。もう、こんなんありますよって言われた時に、もうすぐ、ネットで検索してすぐポチッとしましたからね。はい。問題は、値段です。はい、値段なんですね。こっちは100均で買った容器に入れなくなった、田島の温田のね、セーフをつけただけなんですけど、こちらの新潟製液の時短、これはね、僕ね、送料込みで5000円超えてましたね。はい、まあ今、アマゾンでも4600円とか700円とか800円とかするじゃないですかね。ということで、結構値段がね、高いんですよ。まあこれね、2500円とかね、2800円ぐらいやったらすごく良かったんだけど、思った以上に値段が高くて、まあちょっと勢いでポチったから買えたけど、今買えって言われたらちょっと買わないかなっていうね、どんなんだよ、ね、どんな理由で買わないんだって感じだけど、まあそういった感じで、こっちが100円、こっちが5000円、さあどっちを買うってなりますよね。で、まあ、便利さで言えば時短ですよ。もう壊してつけときゃいいんだから。つけときゃいいんだよね。天井ボードをグルグルって貼っていってさ、ビスがないわって言った時に、こう釘袋に探してた釘袋に手突っ込んだ、ああないやんみたいなね、いうのはないんですよ。ありますから、ここにもついてるからって感じで、これがだから、まあ、こう装着する時もべちゃってすぐにね、つけられますし、外すのもねちゃんと掴んでいるから外せます。これがね、雑にねこう掴んでわしづかみでバーンって抜けちゃうと、これがベラベラーンって取れちゃいます。そういう時あるんですよ。やっぱり位置力が強い分、外れちゃう場合があるんで、できれば外すときはちゃんと指を突っ込んでグッとホールドしてから抜いた方が、まあ、ばらけにくいって感じですね。はい。まあ、もちろんね、磁気ですから、こんなね、ビスとかも、くっつきますし、予備のね、ピットとかもくっつきます。まあ、いろんなものがくっつきます、はっきり言って。そうですね、だから天井のボードビスとかボード打ちとかやってたら、ね、ビスを空打ちしちゃって、そのビス抜いて釘袋に溜め込んでいくって言ってましたね。で、釘袋の中がまあぐちゃぐちゃになっていくんだけど、でそういったこともないですよね。抜いたビスはもうここにくっつけときゃいいって感じで、ね、いうふうに使います。もちろんこのケースごともくっつくし、これこれケースごともくっつくってすごいよね。これどうなってんだよと思うの、これね、これこうかな、こうだ、ほら、くっつくよ、これね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、裏表使えるっていうのもありますし、まあ、使い用途は人それぞれ、いろんな意味で使えると思いますし、まあ、本当ロールビスがへばるっていう、くっつくっていうのはね、斬新だなと思って、これすげえなと思って、最初見た時は本当なんでくっついてんのみたいなね、なんかフェルトかなんかみたいなんでこう引っかかってるような感じで思ったんだけど、実は、まあ、マグネットでくっついてるなということで、もう本当にこれはいいものを教えてもらったな、いいもの買ってよかったなっていう感じの一品です。はい。まあね、まあビス打ちはね、この今の大工さんの世の中ではね、非常に必要不可欠なことですし、まあロールビスっていうのも絶対に使うようなビスですよね、今だったらね。まあ、それがまあ手軽にへばって持っていけるね、もしくはまあ他のビスでもそうですね。よくあるじゃないですか。窓枠止めたり何とか止めたりするときに、細ビス、スマートビスを 2,3 本ちょっと箱から出して握って、行ってそれを打っていくっていう時あるでしょ、場所に場所によってはね。そのだからそういった 2,3 本使うビスもピタッとこれへばって持っていけば、落とすこともないし、ね、どっかに置いとくこともないし、落ちることもないしね。ということで、すごくそういった意味でも使い勝手は本当に多いと思うので、ちょっと高いんですけどね、おすすめする、商品だと思います。はい、ということで今日はね、時短、まあ、僕が作ったこれ100均いいけどね、安いけど、はい、まあ、ということでね、今日は、時短をね、紹介させていただきました。じゃあ